車好きあるある、ドライブ中に自分の車と全く同じ車種とすれ違ったらめっちゃ嬉しい。どうも皆さんこんにちは、新作の部屋のサクでございます。オートカバリーノのセールス平野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで前回ですね、こちらのスクーデリアのオプションと標準装備というのを、公開したんですけども、前回冒頭ちらっと出てましたが、ボンネットの中にフェラーリさんのね、秘密道具がいっぱい入っているということで今日はそちらの秘密道具をすべて、公開したいと思います。それではですね、早速ボンネット開けて、公開しますのでよろしくお願いします。それでは早速ボンネットを開けてみましょう。ここまでは結構ね、動画で公開してたのであれなんですけども、この中には、一応このバッテリー充電キットと、取扱説明書と、はい、ね、あと修理キットですか。そうですね、タンク修理キット、はい、今日は工具とかです、ね、工具ですね、はい、これをちょっと今日ね、今回公開したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまずバッテリーからいきましょう。はい、まずバッテリーの充電器ですね。はい、こちらの方、本来これ箱から取り外して使うものなんですが、はい、このままちょっと今回ご説明させていただこうと思います。はいはいはい、前回、バッテリーの充電器の必要性というのを簡単にご説明したかと思うんですが、はい、やはりフェラーリ普段足として乗る方がほとんどいらっしゃらないの で、 そうです、ね、どうしてもバッテリー特に冬場とか、はい、上げがちです。はい、ですのでそれを防ぐための、バッテリー充電器、バッテリーコンディショナーがあります。はい、こちらの方が、フェラーリには、付随しておりますので、はい、こちらの方の使い方、操作の仕方をちょっとご案内させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、このバッテリー充電器、操作自体は非常にシンプルです。はい、もう本当にコンセントに挿す、車に挿す、はい、以上です。本当本当それだけなんですよ。もうスマホみたいですね本当にもう勝手に充電してくれますので、はいはい、で写真によっても、はい、このバッテリー充電器を差し込む場所っていうのがちょっと若干違うんですけど、この430スクーデリアの場合はですね、助手席の足元ここに、はい、ここ上向きに差すんですね。はい、はい、こういう形で、ああなるほど、はい、差し込んでいただけるようになってます。こんな感じで差し込みます。そうですね、はい、取り外すときはこの金属のレバーですね、はい、これを押さえていただいたら外せるようになってます。なるほど。はい、で諸説あるんですが、はい、機械的には一番最初にボディに挿してください。ああそうなんですね。はい、コンセントに挿す、先に挿すんじゃなくてボディに挿していただいてから、それから、コンセントを挿していただくという形になります。プラスがマイナスがいうやつですかね。そうですね、電圧電流の流れの問題になるんですけど、これをでは、普段どうやって通すかと言いますと、はい、これちょっと解きますね。はい、はい、で、ですね、このドアのヒンジ、ここからですね、うんうんうん、通るようになってるんですよね。ああ、なるほどね、はい、ちょっと下置きますね、これ、はいはい、あ、こんな感じですね。そうなんですよ、ここから普通にこのように動くんですよ。あ、本当にぴったりの、はい、そうですね、はい、あ、押したり引いたりできるんですね、この状態で。一応中でゴム自体にはこう押さえつけられてますんで、はい、そんなに動くことはないんですけど、はい、このドア自体に挟まってはいないんですよね。ああ、なるほど、はい、ですのでこの状態で、あとこちらの方を 100V のソケットに、はいはい、コンセントに差し込んでいただいたら、それだけで、あとはここですね、うんうん、はい、ここはちょっとずつこう充電が完了していくとライトがオレンジ色に点灯していって、はい、どこまで来たらほぼ満タン、あ、ここは緑色に光ります。そういうことなんですね。はい、そうなんですよ。あ、はい、で、こちらの方はですね、自動的にまた電圧が下がってきましたら再充電していくというタイプになってますんで、あ、なるほど、もう差しっぱなし、つけっぱなしで結構です。なるほど、はい、スマホみたいに過充電にはならないんですか。まあ、ならないですね。あ、はい、では 100% になったらまた一旦止めて、はい、止まります、減っていって、はい、また勝手に充電される、そういうことですね。ああ、はい、そうなんですね、はい、意外と優秀ですねすごい。
で、ということはあのスマホみたいに何年か経ったらバッテリーが弱まるとか、はい、そういうのもないんですか？まあ厳密に言いますとやっぱり消耗部品ではありますんで、はい、バッテリーは、ちょっとずつ劣化はしていきます。あ、これを差し込んでいただくことによって、うん、バッテリーの寿命っていうのは伸びるかと思いますね、はい、あ、そうなんですね、はいはい、あ、なるほど、はい、じゃあ取り外しは普通にもうさっきのところ抜くだけですね。そうですね、はい、抜いていただいたらそれで充電が止まりますんで、はい、だからこれを差し込んでるとですね、はい、中にあのセキュリティが働いてまして、はい、エンジンかからないんですよ。ああ、なるほど、はい、だから必ず外していただかないとエンジンがかからないようになってますんで。じゃあこの状態ではこの車エンジンがかからないんですね。そうですね、私も試したことはないんですけど、はい、いや、これコンセントを差してたらかからないのか、うん、今この状態でかからないのかっていうのはちょっと実証はしてないんですが、それはあれですかね、車に悪いんですか？いや、外し忘れて、はい、そのまま走行してブチッっていうことがないような、そういう安全装置、安全のためですね、はい、そうですね、なるほど、はい、じゃあちなみに、今挿してる状態でコンセントを電源に挿していない状態でエンジンがかかるかやってみます。かからないです。あ、かからないですね。かからないですね。あ、これ今警告灯が出てるんですか今？いや、警告灯は出てないです。あ、出てないですか、はい、これで一度ちょっと外してみましょうか。はい、ちょっと外します、ね、ETC カードを認証しました。これで一回ちょっと見てみます。あ、かかりましたね。ですから差し込んでる時点で、はい、中のセキュリティがオンになる。なるほど、そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。そういうことですか、はい、はー、なるほど。じゃあこれは、まあ、本当長期駐車をするときとか、そうですね、まあ、しなくても通常差してれば問題ないよということですね。大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。ちなみに平野さん、これ、はい、全部ナンバー3939になってますけど、はい、これも、はい、これ我々のグループのオーナーがですね、はいはい、常に、感謝の気持ちを忘れるなと、はあはあはあ、いうことで、ナンバーをすべて3939に。なるほど、そういうことなんですね、はい、しております。あ、決して私のことじゃないですね。あ、サク様サク様のことですね、これね。サク様のことですね。どっちでもいいんですけどね、はいはい、いいんですか、はい、いえいえ、あ、それでこの、はい、全部向こうの車もね、はい、サンキューサンキューということで、そうですね、はい、全てデモカーはサンキューサンキューに合わせております。これ3台とも全部デモカーなんですか？はい、我々のデモカーになります。あ、すごいですね、はい、こちらもこの812もデモカーです、はい、デモカーです。これも3939で、はい、そうですね、すごいですね、はい、はい、ありがとうございます。あ、試乗車ではないんですね。試乗車、あ、試乗車ですよ。あ、試乗車です、ね、デモカーです。あ、デモカーで、はいはい、あ、そういうことなんですね、はい、へえ、はい、ということで、まあ、ちょっと移動させていただきましたですね。なんかこんな素敵な部屋がちょっとあってあれなんですけども、はい、すごいですね。そうですね、うん、僕はフェラーリのアトリエというところになりまして、はいはい、ここで新車をオーダーいただくときに、はい、お車の仕様とかレザーの色だったりとか、うん、そういうのを全て決めていただく部屋になりますね。なるほど、はい、あ、じゃあ次お願いしますね。はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、お願いします。はい、さあ、ということでですね、まあ、ボンネットの中身にボンネットの中に入ってたものなんですけども、まあ、バッテリーの充電器はまあいいとして、それ以外ですね、まあ取説とか、救援キット、あ、こちらですね、工具類、工具がこちらですね、工具 で、はい、これがなんか救援の修理のやつですか、ね、そうですね、うん、はい、になっております。ということで、まあ、これをちょっとね、一から簡単にちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まずこれですね、取扱説明書、はい、これは取説で、そうです、こういった感じで全部入ってるんですけども、はいはい、保証書だったり、保証書、あ、これが保証書、そうですね、でこちらの方が、うん、全世界の、はい、フェラーリのディーラーの所在地とか連絡先、全世界の、はい、こちらの方に、はい、全部載っております。すごいですね、はい、ですね、番号とか変わってないんですか、これ。いや、変わってると思いますねなのでちょっと更新はされてないので、あ、ですね、まあ、どこまで正しいかっていうのはちょっと使ってみなければわからないんですが、お、まあ、その海外に持ってかれることない、まあ、ないです、ね、はい、そこまでは、はい、まあ、海外に持っていくことがなければ、うんうん、まあ、特に
困らないかなと思いますので、これ急にどっか電話して、はい、ちょっと電話しようと思ったら繋がるんですかこれ、まあ繋がるはずです。ですね、このディーラーがまだちゃんと営業していればですね、はい、あそういうことですね、はい、ありがとうございます。すごいですね、はい、でこれが本物の取説ですかね。そうですね、取説明書ですね、うん、はい、まあ、こういうのをなかなかね見る機会っていうのはそうですね、普段なかなかないので。そうですね、はいはい、あのこれはもう全部多言語、多言語ですからね、はい、日本語はありませんこれは本物のあれですか、はい、あ、取扱説明書ですね。取説です。はい、スクーデリアですね。これ取説で、まあこんな感じで、これは別に見せても大丈夫ですよね。大丈夫です、大丈夫です、はいはい、でこんな感じでほらこういうねステアリングの部分であったりとかこういったのが全部載ってます。でもあんまりこれをじっくり見るオーナーさんっておられないですよね。いや、まあ私は立場上を読んでくださいと。立場上はい、必ず一度一読してくださいという、はい、いう立場なんですが、そういえば僕も前読んだ気がします、はいはい、読んだ覚えがありますね、はいはいはい、大丈夫ですよ、はい、あの何ページに何書いてあったかって大体わかりますか。あ、まあ、ですか、はい、すごいですね。すごいですよ、さすがですねそんな感じですね、はいはい、でこれがまあ取説ということになりますね、はい、で、はい、次はどうですか、さっき、では修理キットの方を修理キットですね、はい、ちょっとご説明させていただきます、はい、うん、ちょっとあの本来あの中の、中にもこういう形、このまま先ほど、一番奥の壁についてたの、うん、覚えてらっしゃるかと思うんですが、はい、覚えてますね、はい、すみません、その中身を取り出したのがこちらになります、はいはい、これはまたなんかすごい不思議なですね、はいはい、あのパンク修理キット、今だいたい欧州車とか、うん、あと国産にも多いんですかね、はい、パンクした時にその場で修理ができるように、うん、はい、あのそういう液剤が入ったものがこの中に装備されております、はいはい、で使い方なんですが、うん、はい、まずですねホースが2種類あるんですよね、うんうん、ここに1本あります、はい、あ、ありますね、はいはい、でもう一つの1本のホースがここにもう一つあります、はい、で、エアーコンプレッサーとしてただ単に、タイヤに空気を入れたいだけの時はこちらを使います、はい、これで空気入れれるんですね。入れれるんですよ。でこれを、その入れたいタイヤのバルブに差し込んでいただいてロックしていただいて、うんうん、はい、でここにコンセント10、シガーソケットに挿せるようになってるんですよ。あ、なるほど、はい、だから車のシガーソケットにこれを差し込んでいただくんですね、うんうん、はい、でその後ここのスイッチをオンにしていただいたら、はい、こちらの管からは、うん、エアーが補給されます、はい、でもう一つ先ほどのこちらの方の管ですね、はい、でこちらの方はですね、うん、中からパンクをした時に内側からそのパンクした穴とかを塞ぐための液剤、ああ、あの自転車でもよくあるやつですかね。ですね、はい、はい、それが一緒に、あ、いや、いいですよ、こういうのも生放送ですから生放送じゃないわ大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、はい、なので、こちらの方を液剤を一緒に流し込むタイプのものになります、うん、なるほど、はい、はい、ですからこちらの方を、まああんまり実はこちらあんまりできたら使っていただきたくないんですね。あ、なんでですか、はい、それはなぜかと言いますと、確かにあのパンクはその場で修理にはなってしばらく走ることは可能なんですが、はい、そのタイヤは、うん、必ず交換しなければいけないんですよ。あ、はい、で例えば走行面、うん、はい、だったりとか、そういったところに食い刺さってた、はい、はい、そういった場合で、空気を抜いて補修できる場合もあるんですよね。うーん、はいはい、まあ、メーカーはパンクした場合、うん、タイヤの交換を推奨してるんですが、はいはい、補修できるケースもあるので、それができなくなってしまうんですよ、はいはいはい、必ず交換にはなってしまいますので、その点だけ、まあ、よし悪しはあります。なるほど、はい、通常パンクすれば、はい、もうそのまま即ディーラーさんに行くということが一番、そうですね、まあ、パンクしてて走れる状態ならばですね。あ、そうですね、はい、もうタイヤがぺちゃんこになっていくらエアを入れても、うん、もうあのちゃんとサイドボールが立ち上がらないと、うん、いうような状況でしたら、もうそこは、エマージェンシーサービスか、もう我々の方が救援に行くのをちょっと待っていただくという形になりますね。そういうサービスも、はい、されてるんですね、はい、ですね。あ、なるほど、はい、まあ、通常使いたくないものですね。そうですね、できる限りあまり縁のないものにしたいですね、そうですね、こちらの方は、はい、うん、ですね、僕もこれがなかったら多分、はい、
はい、見ることなく終わってそうです。そうですね。へえ、そういうのがあるんですね。はい、そうなんですよ。なのでこれはできる限りもう封印したまんまでという形で、そうですね、していただけたらと思います、ね、二度と見ないようにします。、はい、まあ、何かあったら普通にロードサービス電話の方がいいですね。そうですね、の方がいいかなと思います。はい、ではこれもこちらが、車に最初に装備される簡易工具の方ですね。簡易工具、うんうんうん、あ、こんなとこまででも刻印がありましたね、これ。あ、そうですね、スクーディアの、はい、すごい。あとこちらの方に、フェラーリの同じようにロゴが入ったすごい軍手とかですね。へ、はい、あとは、こちらペンライト、ペンライト、はい、ペンライトにもフェラーリって入ってます、ね。はい、ちゃんと入ってますね。すごい、はい、あとは、こちらの方がペンチだったりとか、うん、牽引フック、はい、あとこちらの方にドライバーですね、はいはい、これにも入ってますね。これ全部刻印入ってるんですか、はい、全部フェラーリの、はい、あ、牽引フック入ってるんですかね。さすがに金属が入ってなかったですね。さすがにこれはないですね。はい、でこれも、あ、これも、あ、これも入ってますね。これも、はい、すごいですね、はい、でもこれはやっぱり整備士さん、はい、メカニックさんじゃないと扱えないとかそういうのではないんですか。まあ、あの基本的には牽引フックっていうのは、うん、あのサーキットとか走ってたりとか、まあ、公道でも動けなくなったりとかいった場合にその車はそこから動かすのにどうしても必要なものではあるんですよね、うんうんうん、はい、ですから、まあ、これらも先ほどのパンク修理キットと同じで、うん、普段触ることがなければない方がいいんですけど。そうですね、はい、うん、まあ、緊急性の高いものにはなりますが、うん、はい、こちらの方は装備されているという形になりますね。これちなみにどこに刺すんですか。これ、あ、こちらの方、前のグリルの中に刺せるようになってます。グリルの、あ、はい、そうですか、はい、あ、はい、あのレーシングカーのよくあるあのこういうやつ、ね、あ、そうですね、はい、そういうとこですね、はい、ああ、そうですか、はい、へえ、まあでもこんななかなか見る機会がないですからね。こんなんも、ね、うん、ちょうど昨日全部読んだところです。あ、そうですね。ありがとうございます。はい、そうですね。だからまあこんな感じで、はい、まあ、なかなかね、はい、ボンネットの中身というのは見る機会がないんですけど、そうですね、うん、こういうふうにね、はい、ご説明していただいて、はい、僕自身もこう動画に残りますから、はい、あ、そうですね、あの、はい、それを見て勉強することができますので、いや本当にね、すごい嬉しいですね、これは。はい、はい、ありがとうございます。もうちなみにマウスパッド、フェラーリ。そうですね。一応ショールームで使うものなんで。フェラーリのものすごいですね。使ってますこれ、はい、はあ、はい、本当はマウスとかもねあればいいんですけど、なかなかなくて、いや、そこはもう、はい、あの、はい、お金の力でなんとかいろいろ厳しいんですよ。なるほどね。フェラーリ、はい、CI がちょっと、ああ、なるほど、はい、そうですか、はい、まあこんな感じでね、まあフェラーリのボンネットの中を、まあ、完全公開ということで、はい、まあ工具であったりとか、まあ、これも多分オーナー様でさえ見たことはないですよね。そうですね、普段は多分開けられないと思いますね、うん、多分普通に新車で買って次買い替えるまで、はい、いや見たことないよって方もおられますね。まあ、その大半の方がそうではないかなと思います ね、 ですよね、うん、いや実際そういう方が多いということで、私も初めて見ました。はい、まあ、こういう動画を撮ってなかったらおそらく僕も見ることなく普通に過ぎ去ってたかなと思いますので、はい、でこれこのチャックは、はい、チャックの中なんですが、これ、予備のヒューズですね。ヒューズ、はい、このような、はい、なるほど、余分のヒューズが入っております。これどういう時に使うんですかね。やっぱり電気系統で、はい、あのヒューズが切れたりとかすることがあるんですよね、そういった時にヒューズボックスがあるんで、うん、そこからこう抜いていただいて切れるところ、これを刺していただくという形になるんですが、なるほど、はい、ちょっとかなりの知識が必要そうですね。そうですね、私もやると言われたら、はい、ちょっとうんっていう通常僕らその普通のオーナーは触ることないですよね。ないと思います。ないですよね、はい、まずどこにあるかが分かんない。そうですこれ車の、こんなのもあるんですね、はいはい、これもこんな古くなっても買えまた買えるんですか。どうでしょう、パーツとして頼めるのかな。頼めることないんで、頼めるんでしょうね、多分もうこれだけは、ね、はい、まあ、これもね、まあ、安いところで買えば、はい、軍手だけだったら多分500円ぐらいかもしれないですけど、この刻印が入って大体8万ぐらい、ね、どれくらいするんですか。で2つで16万ぐらいとかね。ちょっとパーツ代として調べたことないですよね。
やってみましょうかね。いや、こんなんはね、ほんまこれで20万です言われたら、はい、なんか買わんとダメみたいな感じ。いや、じゃあ使っときますっていう、ね、指穴が開いてこう、そんなのありますから、ね、いや、こんなんは普通にこれ30万って言われてもなんか納得しますよ、ね、得意ですよ。なかなか見ないですよね、はい、まあそんな感じでね、はい、ちょっと公開していただいてね、はい、すごい嬉しい。だいたいこれもう写真も全部一緒なんですか？430、いや、430はほぼこういう内容で、 あと写真によっては変わってきます。やっぱ変わってくるんですね、はい、あのカリフォルニアなどは、はい、あのトランク開けていただいた下にもうそのまま据え付けられてるんです。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうタイプに変わってたり、写真によってその辺はちょっと変わってまいりますんで。あ、そうですね、はい、それだったらまだ見る機会ありますよね。そうですね、うん、なかなかこうなるとないでしょうね。そうですね、うん、はい、そうですか、分かりました。いや、もうこうやってしっかりとね、でも本当知識素晴らしいですね。とんでもないです。私も今あのかなり焦りながらちょっとこう説明してますからね。そうですか、はい、いやでもね、あの、いや嬉しいです。普通は分からないことですから。ありがとうございます、うん、まあ、こんな感じでね、はい、ちょっとしっかりご説明いただいてね、いや本当に嬉しいですね。とんでもございません。また何かあればね、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。まあということで、まあちょっとね、いろいろと、まあ、僕のフェラーリを、まあ、完全に大解剖ということで、はい、そうですね、数回にわたってね、はい、まあ、外装内装エンジンから何から全部徹底的に公開をさせていただきましたが、まあ、これぐらいですかね、あとはね。そうですね、うん、これでほぼほぼ、まあ、普段乗っていただいてて困ることはないかなと思いますので、あとホームページとかで見たんですけど、はい、そういう車検とか点検の時になんかオーナーさんも一緒に見て回るとかあるんですか？そうですね、あのもしご希望でしたら、はい、全て、こうリフトアップした状態で見ていただいて、はい、うん、ここがこうなってます、ここがこう悪いです、こうですという形でご説明の方は全部させていただくことは可能です。そういうのもあるんですね、はい、まあ、またなるべくない方がいいですけど、ね、機会があればね、そこは、はい、またぜひ、ね、よろしくお願いします、はい、1年点検とか車検とかあると思いますので、ね、はい、またよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします、はい、お願いします、はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。オートカバリーノからオートカバリーノさんから私サクでした。じゃオートカバリーノの平野でした。ありがとうございます。はい、これ使いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、皆様にね、まあ、非常に気になることがあると思うんですよ。このフェラーリっていうのは車両保険にまず入れるのかっていうのと、実際に車両保険に入った場合一体いくらするのかっていうのがね、気になると思うんですね、それを今日ね皆様に公開させていただこうかなと思います。やっぱり入っとかないと怖いです、こういった車はね、はい、部品パーツがめちゃめちゃ高いし、特にカーボンですからね、これオールカーボンですから特にねやばいです本当。で唯一入ってないのが、ということで、なんで入ってないかというと、これはねなんと見積もり金額は車両保険ということになります。すごいことですよね、保険っていうのは。というかフェラーリがすごいんですよね。ということで、まあ、車両保険の金額なんですけども、予想外の金額ということで、私もね非常にびっくりしました。はい。